お願いします。はい、よろしくお願いします。どうします？一番気になるのは、はい、やっぱ白髪と、あとその髪が乾燥してパサついてるっていうのと、うねりとか、ね、結構綺麗ですけどね。え、そうですか、うん、なんか少し癖があるというか、少し癖ですね、はい、すごい少しですね。あ、そうですか。どうしようかな、なんか、うん、ですごい今少し収まったのかな。すごいなんか乾燥してパサパサな時があって、うん、でツヤ欲しいなと思って、それのためになんていうんですか、宿毛矯正みたいなのがいいのか、うん、ただハイライトとかをしてるから、うん、そういう髪質改善みたいなのができない場合もあるとかって聞いたんですけど、全然できるはできるんですけど、あ、どうだろう、なんかうねり結構気になります、うん、うねりっていうか、なんかとにかくこの乾燥して乾燥してる感じしてないですか？してますしてます、ね、してます乾燥して、うん、ちょっとそのなんか痛みやす、あとその絡まっちゃうのも痛んでるからですか、うん、あとね、毛先、このハイライトのダメージですが多いですね。ハイライトのダメージ、あの、あと本当白髪がちょっと、はい、気になる、うんうんうん、どうしようかな。なんか基本結構綺麗じゃ綺麗な、まあ、全体にうねりはあるっちゃあるのか。うねりとそのパサつき、うん、パサつきね、うん、そんなにすごく、短くしたりとかではなくないんですけど、うん、少しちょっと変えたい気もする。前髪、ここ長いですよね、前髪、うんうん、どうしようかなと思って、ここ、はい、ここはこんぐらいにしちゃった方がいいかな、ね、と思うんですよね、うん、はい、で特になんかこういう風にとかじゃなくて特にないので、お任せでお願いしたいんですけど。任されましょう、はい、じゃあ、どうしようかな、はい、レイヤーも入れつつ、うん、一番は本当に白髪とその髪の痛み、うん、痛み、うんうん、悩むな。何でもできるんですけど、はい、何が一番合うかな、うん、カラーをするとして、うねりね、うん、そんなにあれですか、手触りを良くするんだったら、はい、確かに矯正やるとツルツルにはなるんで、うん、まあ、別に絶対やりたいわけじゃなくて、そこまで必要じゃなければ別に、うん、ガーって変わった感はね、うん、やっぱ出せる、うん、こうした時に、はい、こういうのが気になるってことですよね。そうですね、全体的に、うん、でこの辺とかもすごいうねってる感じの毛が、短い毛とかがいっぱいあるなと。わかりました、はい、じゃあちょっとストレートします。あ、本当に、うん、しちゃった方がスルンといきます。あ、わかりました。ただすいません、ぺったんこになるのは嫌で。もちろんですよ、はい、ただね、はい、ならないように酸性系の宿毛矯正でいくんですけど、はい、1週間ぐらいはちょっとペタッとして、その代わりそれが過ぎると結構いい感じ、うん、はい、わかりました。チャレンジしてみましょうか、うん、多分出ないとうねりはやっぱり髪質改善系じゃ治んないんで、うん、癖が取れるわけじゃないから、手触りとか良くなるんだけど、確かにこう持ち上げた時のこのザラつき感は取れないから、そこちょっとやってみましょうか、はい、OK です。ちょっとじゃあちょっとストレートしながら考えます。はい、カラーはもちろんします、はい。はい、じゃあ今日は宿毛矯正からいきます。で、宿毛矯正なんですけど、ムズさんそこまでの癖はないけど、確かにこうだらついたうねりっていうのがちょっと出てくるん で髪の毛は柔らかいです。で、ハイライトによるダメージもあるのと、毛先はそのダメージが重なってきてるんで、ここに関して、まず矯正は僕用でいいです。ドロップ、もうパーマ液じゃない、ストリートメントに、はい、スピエラ 10%、 この組み合わせでいきます。それだけでかなり髪質改善ができると思うんで、これを、毛先を外したところまでいきます。毛先の癖はもう完全に、薬はつけません。ちょっと保護剤でいこうかなと思ってます。はい、じゃあいきますね。お願いします。今まで多分矯正、宿毛矯正はやったことないです。すごい昔にあります、うん、ペタンとしちゃったってやつね。それ、うん、そうですね、ちょっとやっぱり、うん、ペタンと、うん、OK です。ちょっとね、新次元のやつやりますね。はい、新次元このなんかうねり散りつき取りたい場合はやっぱね、この施術がいいかなと思うんで、うるおいを与えながら、はい、うん、毛先のザラつきを取る。で、毛先の先はちょっと切らないと、はい、切ってもらって、そう、これもう完全にハイライトダメージですね。あ、そうです、ブリーチの、うん、なんで結構綺麗にはもちろんなるんだけど、少しは落とさないと厳しいかなと思うんで、は
はい、うん、なかなか楽しみです。はい、楽しみです。私も本当さ楽しみです。結構応募していただいてたんですよね。そうですね、うん、私本当2年ぐらいぶり、うんうん、そう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 、うん、なんか YouTube のモデルさんも、うん、なんか普通のご予約もご連絡いただいてて、うん、すいません、本当に。もうすでにやっぱり埋まってしまってますよね、うん、なんかすごい昔から来ていただいて、俺が超下手くそな頃から来てる人がいる。そういう人たちはねちょっと長いことが、うん、この人俺のこと本当に気に入ってんのかなって思う人数名いない、わかんない、なんかすごい昔から来てて、この人ほんまずなんか僕は多分 YouTube やってるとかも知らない人とかいるんですよ。あ、前 あの会社の時とか、はい、店長6年7年やってたんですけど、うんうんうん、最後の最後まで店長だっての知らなかった人とかいる、うん、この人毎回普通に来てなるけど、うん、聞いてないんじゃないかなと思った人が数名いるんですよ。面白いんですけど。あともう僕スタイリストになって、はい、大体20年弱なんですけど、うん、もう初期の頃からずっと担当してる方がいるんですけど、うん、もうちょっと年上ぐらいなんですけど、うん、一切喋んない人もいます。あ、そうなんですか。そうで、あの20年近く来てくれてる、うん、あでもなんかこういうのがいいだろうなみたいなのが分かる、ね、分かるというか合う。どうなんですかね。え、それは不明なんですか。何かいるでしょ。喋らない方はいらっしゃいますね、やっぱり。そう、もう僕一切喋んないで、お客さんも一切喋んない常連さんがいて、むしろ最近のご新規様の方が喋るっていうか、うん、多分僕のネタとかも知ってるじゃないですか、うん、ネタっていうかあれだけど、ね、なんかあのこういうことがあってとか、なんか出身地どこでとか、そうだからそういう話とかになりやすいんですけど、あのマジで喋んない人いるよね。あ、一切喋らないで宿毛矯正が終わる人います。あ、結構長くらいいんじゃないか、思い浮かんだでしょ。いらっしゃいませって言ったら、宿毛矯正ですねって言ったら、はい、あ、いつもの感じで、うん、センチとかなんかそんぐらいで、あとは仕上がっててお疲れ様でしたまで一切喋らない。本当ですか。あれなんですか、一回喋ろうと試みたこととかはあるんですか、なんかその方だけじゃなくてこう喋んない方に。いや俺若い時さ技術がないからさ喋りでお客さんを取ろうと思ってた。いやね、若い時はそうだよ、でしゃり、喋りでしか取れないじゃない。しかも今みたいにこうやって動画で勉強できたりとかもないから、うん、なんか勉強したくてもそんなね経験値もないわけなんで、だからもうひたすら喋ってたんだけど、もう毎回空振りだよ。あ、空振るんですか。へー、ああはいっつってキャッチボールも3回続かないです。そんな時があったんですか。おーっつって、若いから必死だったんだよね。なんも言ってない。若い時はみんなそうですよね。そうですよね。だったけどね、保護剤ドロップですね、食べたら面白いですよ、うん、すごいですね、アットホームにやってます、うんうん、じゃあこれで時間を置きましょうかね、はい、はい、10分後コーミング後か、10分後コーミング、あ、インフォーム、うん、いい感じです。じゃあ、はい、インフォームですね、浸透促進剤を全体につけます。で、軽くコーミングしたら5分で流します。このドロップにスピエラっていうのは、あの完全にブリーチ網に宿毛矯正できるぐらいのマイルドなやつなんで、これでそんなに伸ばさないでシャキンとさせないで手触りだけを良くさせ、小さい細かいあのジリジリっとしたうねりを取ってあげるっていうイメージでいきましょう。よし、じゃあ軽くコーミングして5分も流してお願いします。はい、流し終わりました。で、はい、シャンプー台で、しっかり流してもらって、ヘマチン、リトルのヘマヘマでチェンジリンス、その後シャンプー流してドロップチェンジリンスまで中間処理してもらいました。はい、じゃあこのまま中間処理をさらに進めます。活性ケラチン、しっかり と髪の強度を保つために活性ケラチンですね、ケラフェクトコネクターの Y 希釈バーッとつけて、もみ上げとかしっかり、襟足もしっかり、はい、その後アクアですね、リヒットの CMC と、マリン酸と酢酸ナトリウムです。はい、でこれでまあ普通に言ったらアイロンっていう感じなんですけど、先にカットしちゃおうかなと思います。そのままがね、中間処理も処理剤もかなり時間をかけて効いてくれるのと、還元剤がさらにちょっとだけ進んでくれる、あのクリープの現象が起きるんで、それをうまく使ってやっていこうかなと思います。ただでさえドロップにスピエラ 10% って還元力弱いんで、それをじわりじわりとちょっとでも優しく効かせてあげればいいかなと思います。さ
さあ行きましょう。でもってモデルさん今日結構すいてあるんですね。かなり軽い感じなんで、これに関してちょっと厚みを出していきたい。なんでかっていうと、今日ストレートかけることによって広がりっていうのはほぼなくなるんで、厚みっていうのを出していった方がちょっとかっこいいスタイルになるんじゃないかなと思います。ということで、よし、行きます。じゃあちょっと前上がりのレイヤースタイル今日着ていきます。はい、じゃあ行きましょう。今日はレイヤーで行きたいかなと思います。ちょっと喋ってください。ということで、今日は下から切るレイヤー、久々の登場ですね。下からちゃんとレイヤーを切っていこうかなと思います。結構下段ワンレンの顔周りレイヤーが続いたかなと思うんで、ちゃんとレイヤーでかっこよく仕上げましょう。そしたら今日は下は 2,3 センチ切ります。大丈夫ですか？はい。毛先のハイライトのダメージも溜まってるんで、ここら辺はちょっとカットしてもいいかなと思います。はい、前上がり。今現在モデルさん前と水平から若干の前下がりラインになってるんで、ここを少し前上がりに直しちゃいましょう。はい、このままサイドまで行っちゃいます。チョップカットでしっかりと前上がりのラインが作れる。よし。まずアウトライン切りました。いい感じです。そしたら三つ襟だけ先に落としちゃいましょう。三つ襟首に沿わせてもいいけど、この後レイヤーが入るんで、ここ C シェイプするだけでいいです。そうするとこの角が出てくるんで、落として耳後ろもちょっと落としちゃいます。同じくこの三つ襟だけ落としちゃう。はい、そしたら下段からレイヤー入れていきます。センター取って、はい、セイムレイヤーぐらいです。ハイレイヤーにするつもりは全くないんで、まず頭の丸みに合わせたレイヤーを入れていきます。はい、そしたら横に進んでセンターをガイドに引っ張ってきて、下段をで中段、同じくアウトラインを切らないように注意しながら、でもワンレンを残さないように、ここが難しいですね。こうして一番下ここ、はい、そしたら中段いきましょう。で、モデルさんもともとトップにレイヤー入ってるんで、そこに繋がっていけばいいかなと思います。はい、真横水平に引き出します。水平に引き出してここら辺切るとこ多いですね。よし。はい、同じくどんどん横に行きます。はい、はい、トップいきましょう。頭の丸みに合わせて、はい、トップほとんど切るとこないけど、ちょっとだけありますね。ここら辺を落として、全く切らないとダメージが残るんで、これぐらい切れてよかったです。逆に同じく放射線状にスライスを取ります。こうやって小刻みにトップですね、トップは頭の丸みがすごい強いところなんで、小刻みにスライスをシェイプを毎回変えていくと、丸みのある綺麗なスタイルっていうのが作れます。で、再度アウトラインは切ってあるんで、後ろのレイヤーに合わせてオンベースですね。後ろに引いたり前に倒したりあんまりしないようにして、オンベースで切り進めます。よし。で、トップも同じくね、いい感じのレイヤーになってきたと思います。一切ワンレングスのポイントがないレイヤースタイル、これが一番ね、スタイリングワンカールしてもいいし、なんかいろんな方法でやってもいいし、ただ乾かすだけでも決まるかっこいいレイヤースタイルじゃないですかね。よいしょ。顔周り0度で、で前髪の長さは後で微調整しますが、レイヤーの位置はこれです。全体にレイヤーが入れ終わったんで、トップ無感ガイドチェックしますね。ピッ、そしたら後の微調整は後でもう一回切るんで、先に乾かして、アイロンいっちゃいましょう。よし。で、中間処理もう終わってるんで、さらにピンクのだけつけて、さあ中間毛先で表面つけて乾かします。
はい、ある程度乾かし終わったんですけど、今日は毛先まで薬を塗ってるんで毛先はブローしちゃいます。ブローして完全に水分を抜いた状態でアイロンスルーすることによってかなり枝毛だったりとか直す綺麗にすることができて、でさらにアイロンの熱によるダメージから水分がなければブーストしないんで防ぐことができます。で根元中間はしっかり癖伸ばしたいんでちょっと水分が残ってる状態1割残しぐらいの状態にして毛先だけブローします。だから通常のブローと逆ですね。通常のブローは根元しっかり目にあると思うんですけど今回は毛先のみいきます。こういう感じ、こういう感じで根元中間はこの後アイロン伸ばすけど毛先はブローですでに枝毛とかをだいぶ取り除いた状態しっかりくっつけた状態でいきます。はい、じゃあいきます。はい、こんな感じですね。毛先だけブローして根元はこれからアイロンで伸ばします。いきましょう。このうねりを伸ばすやつ、はい、半年は持ちます。あ、そうなんですか、うん、これめちゃめちゃいいですよ、ほんと。でも、なんていうか、傷むイメージとか、あとその、ハイライトとかで、できないのか、うん、って言いますよね。うん。やってみますか、じゃあ。あ、すごい。するする。ですよね。はい。これだと、ついたりしなくても、うん、ボリュームが収まる。そうなんですね。そう。なんで、これを目指してます。一応これアイロンのあれなんだけど、うん、これでしっかりと固定、垂らしながら固定してあげることによって、うん、もっともっといい感じに。うん。さらにメテオっていうトリートメントが、最近ちょっと。そうですよね。発売してます。もうちょっと1ヶ月ぐらいでもうかなりの大反響を呼んでいただいてありがたい、うん、そのメテオの販売もある、はい、あと全国出張もある、うん、でマジで本当 YouTube の撮影ができなくて、でもやっぱりそうすると、うん、動画アップされないんですかって3日ぐらい遅れただけで結構言われます すごい熱狂的メテオとかいつもだったら土曜日か日曜日にはアップされてたのに、うん、されてないから心配になってますで月曜日に上げた動画に入ってていやちょっと待ってです火曜日か確かにそうか2日ぐらい遅れたの。ちょっと山形高知と今月は行ってて、はあ、来週大阪なんで、はあ、毎月どこかにしらどっかしら行ってますね。2カ所ぐらい行くんですか。今んとこ2カ所ぐらいですけど今月3カ所になります。ここに集中してもらっていい大丈夫、今日は集中してます。なんかすごいいっぱいあった月があって、はい、もっと前に5月ぐらいかな、3月5月なんか忘れちゃったんですけど、今月でしょ、今月じゃないです、もうちょっと前。あ、3月だ、3月愛媛と、そうそうそう、3月の時にあまりにも多かったから、うん、もうこれからは月1にするね、うん、って僕も疲れてたんですよ、言ってたんですよ、はい、月1にするねって言いましたよね。言った言った、俺ね疲れてたの3月なのになんでおかしいんですよ。ホラ好きだいやそうなんですよ、ほんとホラガイ吹いてるホラガイ吹いてるホラそれ何戦国時代ホラガイ吹いてるおかしいなと思いながら、だから俺も思ってるおかしいなって、ね、ちょっとね求められてるんで、ねえ、はい、素晴らしい、ありがたいです。来年のセミナーもだいぶ入ってきて、そうですね、すごいですね、はい、来年の6月まではまた2回がずっとバーッといきそう、おかしいなご当地の美味しいもん食べさせてあげるから代理店さんが代理店さんがじゃあ前後そのディーラーさんが一応主催にはなるので、僕はスケジュールある程度決めさせてもらうので、それで行くと皆さん来年もよろしくお願いします、来年もよろしくお願いしますってすごい言ってくれるんですよ、美容師さんも結構求めてるんで、あ、僕じゃなくて言ってくださいって言って、いや本当ひどいですよ、大の大人が、いやもう本当もう全然年上なんで、もうね50代の方もいる60代の方も、よさきさんお願いします、何様だよお前いやでも私がそういうなんか風に仕立てあげたのは永田さんのメーカーさんですから、そう僕とそのメーカーさんで実はそうなんですか、なんか殿みたいな感じでしたね永田さんとメーカーさんが悪いんですよ、それはいろいろそれをなんかいろいろ教えて企画もしてくれたメーカーさんがあるんですよ、そのメーカーさんがなんかもう僕もすごい仲いいんで、大手さんディーラーさんに、いや奈和さんのスケジュールあれ奈和さんに聞くことないですよって岩崎さんなんでお伺いするのは岩崎さんしてくださいみたいな私はそのなんかお嬢様キャラにしてあげたのあなたたちすごいですよ、セミナーのお願いを岩崎にして、で岩崎に貢ぎ物でお菓子とかそうなんですね、なんかそうじゃなくて大人に気を使わせるから
いや、この間ひどかったんですよ。ひどくない？高知でセミナーしたんですけど、はい、それ2回目のセミナー代理店さんで、はい、要はすごい分かってるんですよ、だから分かってる、影の実力者が、うん、誰か権力者が岩崎だっていうの分かっててだから行ったらいきなり小袋に岩崎様って書いてあってものすごいお菓子の詰め合わせがありがとうございます。いきなり用意されてお菓子よって言われて飲み物、コーラですよねすごい、はい、すごいちゃんと分かる大人に気を使わせんなっつってなんか私がじゃあでもちゃんと受付しましたもんおわびに受付いやいや気使うからやめろリーダーのなんか受付やってて何やってんのっておわびに受付してます楽しかった受付地道に全国回ってとりあえず行ったことない都道府県は減らそうと思ってそうとりあえず全都道府県ぐらい面白いんじゃない？何県行きたい？京都。京都？何の新鮮味もないでしょ、あなた。ホテル代いらないですよ。私の。え、泊まらせてくれるの？あなたじゃない。嫌です。いや、私の。京都なんですよ。そうそうそう。私のホテル代はかからんですいや、人の実家とかちょっと緊張します。嫌だ！ただの京都府でした。どこだよ。どこか行きたい都道府県とかあります？そうだ、あ、でも京都は行きたいですよね。 ありがとうございます。南さんどこに行きたいんですか？え、今とりあえず福岡行きたいな。それはてかご飯ですか？うん、ご飯、ご飯、うん、水炊き、水炊き長野、うん、福岡行ったことないんですよね私。もうでも行きたいです。行っていますよね。水炊き長野の水炊き、うん、マジやばいですよ、やばいです。もうなんだろう、全身に染み渡る鶏のスープ、うん、大げさちょっと大げさまず最初に、まあ、とりあえず炊かれてるわけじゃないですか、で最初にまずはお通し代わりにこのスープをお飲みくださいみたいな感じなんですよ。お通し代わり、そう、そのスープを飲む、ネギちょっと入れて、そのスープ飲んだ瞬間もう体しかもううわーっていうあったかさがあなたはそういう反応できないタイプうまいもの食って、うまっちょっとそれ感じ悪くしてそんな感じ悪くしてない。大丈夫ですか？私そんな感じ悪くしてないです食ってうまっ、あ、美味しいって言いますよ、美味しいねぐらい。長さんオーバーすぎる。そうなんですか？オーバーすぎる。なんかテレビの週ロケでもやってんのテレビじゃん、そんな、いや美味しいけどみたいな、なんかもう最近だとそうじゃないですか、鶏のスープが全身に染み渡るって、なんか、うん、なんですか、彦摩呂でも目指してる鶏の宝石箱やなんか全身に染み渡るとか多分ボケじゃないと言わないですよ。いや言うっていい感じですよね。え、なんかその溶かされてる感じでツヤっとしてるんだなって、うん、そう毛先の感じも多分結構、うん、ハイライトの部分も柔らかくなったはずなんで、肌は明るめの感じでいいですかね。そうです、あ、明るすぎない、うん、今よりちょっと落ち着かせていい感じですかね、はい、うん、冬の辛めはないんですか？冬の辛めはこっくりブラウンばかりにしてなんか秋のカラーでこっくりブラウンって長谷さんが言ったから秋っぽい、確かになんかこっくりって調べればなんか秋っぽいカラーが出てくるんですよ、うん、だから冬の色ないのかな、これから冬になるじゃないですか、なんかなんだろう、冬冬を題、冬といえば、冬といえば何かあります？なんだろう、うん、なんでしょう、冬の歌とかなんか。メルティーキスしか出てこなくなりましたよ。メルティーキスって感じ誰の？チョコレートの CM の歌。俺いつもあれが浮かんじゃう。T.M. レボリューション。ホワイトブレスみたいな。え？はい。T.M. レボリューション、私妖精いたしますよね。そうですよね。俺だって高校へそうだ。そういう題名だったんだ。そう考えるとあの人すごいね。夏も冬も制覇してる。ホワイトブレスみたいなのかな、大イメージですよね。あれのイメージです。まあ妖精はすごいあるけど、妖精のイメージ、うん、冬といえば、冬といえばそれかグレーのウィンターアゲンか、うん、カズンって知ってます？カズンっていうなんかいとこでやって、超流行ったんですよ。今空を舞うってやつ聞いても分かんないかもしれない。え、聞いても分かんない。粉雪を溶かすように、あ、嘘俺の世界だけ、めちゃめちゃ流行りましたよ。カズンうん、男の人ですか？男と女。男と女、うん、え、カズンってもう町中カズンだった。それは本当ですか？え？なんだろう長さの世代ですか？いや、もう世代とか関係なく幅広く日本中がカズンだった。
かんない。本当ですか。わかんないかも。ちょっとわかんないな。マジで。なぜだろう。ちょっとあとでお見せします、ね。カズ。じゃあちょっと一回から準備。じゃあ薬剤紹介いきます。題して冬のファンタジー。ダメ。なんかこっくりブラウンみたいな感じじゃないんですね。冬のファンタジー。冬のファンタジー。冬のファンタジーでいきます。冬のファンタジーカラーでいきます。冬のファンタジーカラー。はい、CON 虹ビーグリーンディープブルーで明るめ白髪染めということでいきたいんですけど、ちょっと根元はちょっとしっかりめに染めて、なんとなくグラデーションになるようにしたいんで、3対1対 10%、5% という形ですね。ちょっと色素の部分も多めにやりつつも、しっかりちょっと染めていきたいかなと思います。で、毛先が CON とディープブルーと新色シルバー、来年発売予定の新色シルバーを3対1対1でいきます。はい、で、根元も毛先も両方 6% で、いつものセットですね、入ってます。で、まあ、テンサイと根元、根元毛先、ケラフェクトコネクター、インフォーム両方入ってて、毛先ハウタムで、根元10% メテオ、毛先 30% メテオ入ってます。こちらによって髪のツヤだったりっていうのをさらに、この今すごいツヤツヤなんだけど、さらに上のレベルに達しましょう。塗っていきます。冬のファンタジーカラー。ファンタジーカラー。はい、します。なんでファンタジーなんですか。え、そのカズハにファンタジーっていう曲があるんですか。なんすか。カズハじゃねえの。カズハ。カズハ。カズハ。お前ふざけんな。見せてくれ。え、んな。え、ご存知ないですか。さっきなんか歌ってくださった歌よくわかんない。俺の歌は下手だったっていうパターンある。でもあ れ、ちょっとこれ男性女性ですか。男性男性男性女性らしいです、ね、でそうそう、多分 YouTube で無音になりますね今。これちょっと、いや、はい、すみません、著作権の関係で30秒ほどスキップします。知らない。冬のファンタジーっていう曲でしたね。だよね、これ冬のファンタジーカラーです。冬のファンタジーカラー。分かんなかった。初めて聞いたかも。分かんないな。いつぐらいだったんですかね。いつですかね。今20年以上前ではあると思います。20年ぐらいだと。長谷さんの周りで流行ってたとかじゃなく、いや、そんなわけねえだろ。俺の周りで流行ってたとか。あるじゃないですか、身内で流行るみたいな。でもなく、いや、身内で流行ったのは山嵐とか。わかんないでしょ。山嵐とか。山猿じゃなくて山嵐。山嵐。野猿だろ、お前。ノリさん、ノリさんとかだ。山嵐っていうラップグループが、なんかすごいかっこいいっつって流行ってたっていうのあるけど、まあ、でも全国的にも有名なんだよ。まあ、でも、カズンは日本中を。マジ？これ見てたらパパから LINE 来るの待ってますね。パパはカズン知ってるよって言うと、いや、世代じゃないよ、だから要は、うん、世代じゃない、世代とかじゃない、年齢がもっと上の人が知ってるとかじゃないから、日本中がカズンだ。なんだっけ、なんかの CM なんだよ、BL かな。冬のファンタジーって曲が流行ったんですか。そう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 。え、オリコン1位とか取ってたはずだけど、しかも結構長いこと、確かね、いとこかなんかじゃなかった。2人がですか。そうそうそう、それでカズンですっていう名前。そう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 、確か。へぇもうやめようかな。まあ、でも目的としては単色なんだけども、寒色系なんだけども、青をがっつりいっちゃうとちょっと硬い印象になるんで、シルバーの持つ紫味っていうので、黄色味も消しつつ柔らかいアッシュでっていうのをやりたいなって思ってます。じゃあ柔らかいアッシュは冬のファンタジーか。粉雪を溶かすように。粉雪を溶かす。あ、でもお前歌詞が分かんないと全く伝わんないな、これ。あ、それキザのこと言ったわけだ。そう、でも俺がバカみたいじゃんそれ。なんかいきなりキザなことを言いながら。歌詞だよ。なんかやばいかもって思った。そういう歌詞だね。俺の頭が湧いたのかと思ったでしょ。こんな感じでいきましょうか。今日だけちょっと暗く見えるかもしれない、はい、うん、何かというと酸性ストレートっていうのをやったんですけど、はい、酸性ストレートやるとちょっと酸に偏ってるんですよ、髪が。で、カラー剤ってアルカリ性なんです、うん、アルカリ性のものが酸にちょっとだけ中和されて少しはパワーを発揮できない、うん、まあ、言うなれば本当は中の固定するやつが過酸化水素ってやつなんですけど、カラーの発色に使うのも過酸化水素で、両方がそれを取り合っちゃうからっていう理由もあるんですけど、いろんな理由でちょっとね、明るくリフトっていうんですけど、メラニン色素を壊す力がまず弱くなるんです。そうなんでちょっと仕上がり暗いんですけど、徐々に退色して綺麗な色になっていくはずなんで、粉雪が溶けるとか、はい、そうですね。ちょっと退色していく、粉雪が溶ける、うん、いい感じ。うるさい。時間を置きます、はい。
いらないいらない何しだすのかと思います。いらない。わかんないです。僕が好きな YouTuber が出した T シャツです、ただそれだけ。お酒マン T シャツっていう、ずっと飲んでるキャンプの動画の人なんですけど、それの T シャツが今日届いたんですよ。あ、ちょっと嬉しい嬉しくてか来てきちゃった。なんなのお前その顔あるじゃん、届いて嬉しいみたいな。あれだこれ意外意気揚々と見せてきたと。ノンティーなんですだからなんですかノンティーなんです。見たら分かりますよ。バッチリです。じゃあ流しましょう。じゃあ、流しの前にしっかりとアクアで乳化して、軽くフォーミングして、で流してヘマチンとジャックエッジ、リトルヘマヘマとマデナのジャックエッジで、しっかりチェンジリンスしてシャンプー、インフォーム入りのシャンプーですね。それで流してアルミのコアミをしっかりお願いします。じゃあ、いいお疲れ様でした。いい。ミストとオイルつけて乾かします。もうミスト自体に癖を少し和らげる効果があるレブリン酸っていうのを配合してるんで、しっかりつけてちゃんとブローしてあげると、毎日ちょっとずつちょっとずつ髪質改善してってくれるってやつですね。オイルは普通に、まあ何でもいいんですけど、リンクのオイルが人気です。リンクオイルは使ってました。あ、今でもなくなって使ってないですけど。これはシクロペンタシロキ酸っていうオイルなんですけど、あのまあ普通にサラサラになりますって感じ。がいいんですかね、クリーム。あ、クリームだとね、うねりが出やすいです。あ、成分が入ってるんで、だから、オイルの方が結構いいかもしれない。はい、一番もっとサラサラにするのはミストとオイルつけて乾かすじゃないですか、うん、でハーフドライになったら、うん、もう一回ミストとオイルつけて乾かすとツルツルになります。そういう使い方でもいいかもしれない。要はそれで倍つけるんじゃなくて、半分ずつをちょっとずつつける、ちょっと面倒ですけどね。つけすぎるとやっぱベタってなって、でもまあこのミストとオイルの組み合わせだったらそんなにならない。一回乾かしましょう、はい、ハーフドライでもう一回つけて、はい、サラサラにしてみましょうか、はい。乾かし終わりました。100点です。よし、なんとなくわかります。はい、すごい。指高騰しの音、通ります通ります、思ったよりペタンとしなくない。そうですね、若干やっぱりこっから1週間ぐらいかけてもうちょい立ち上がりがつくんで、ただあの昔の宿泊矯正みたいな、ノリみたいにならないから、はいはい、いらっしゃった時のボリューム感僕は好きなんですよ、だからあの練りがあった方が本当はいいんだけど、でもそれってだらつきが重なってこう膨らんでるだけでもあるから、根元の立ち上がりではないから、これはこれでねいいかなと思うんで、でこのレイヤースタイルっていうのがガチにできてます、はいはい、こう束でこう指を通した時のこのなんだろう、本当に違います。今までこういう風にならなかった、ザラつきって感じ、で今毛先まだあのちょっと甘いんですけど、はい、こう少しカットすると、もっとスッってきます、今でもでも結構なってる。 ありがとうございます。いえ、視聴者さんに分かりやすいありがとうございます。ブローしただけです、アイロンしないです。アイロンしなくてこういう感じか、いい感じが映ってる。 OK、 よかったですよし、じゃあレイヤー完成させていきましょう。じゃあちょっと下見てください。はい、そんな感じで、下から切るレイヤーがこうちなみに後ろで完成してるんですけど、こういうところの毛先とかを少し、もう少し、あとここの重さとかですね、綺麗にしてこういうブランドとかも少し取ってって最終的に完成させたいなと思ってます。ちなみにこうやってめくってもアイロンなしでカットコンロからあれだと思う、もう手触りあれも違います。じゃあ行きましょう。下からレイヤー入ってるんで下のブラントはちょっと取るぐらいでいいです。取りすぎるとスカスカになっちゃうんでね、カットと同じ、カットラインと同じように取ってブラントを取ります。特にこの中段はねしっかり切ったとこなんで、ここをちゃんとブラントが残らないようにしてあげてください。よいしょ、こういう感じですね。毛の重なりっていうのがだいぶ綺麗になります。ここ中段はさらにスライドカットも入れていこうかなと思ってます。この感じ、宿毛矯正かけてこの感じの丸さが出せればいいんじゃないでしょうか。これが酸性矯正の良さですね。特にドロップ単品、要はトリートメントにスピエラ入れただけっていうパターンなんですけど、それがね意外に調子良かったりするんですよね。無理してリッチ、あのシステムを入れないでもこんぐらいでいきますよと。むしろトリートメント感覚で、まあでも本当にダメージがかなり少ない状態で、むしろ髪がどんどん綺麗になるっていうのがこのやり方ですね。まあ何でもいいんですけど、この下から切るレイヤーが切れるようになると、いろんな頭の形、顔の形にだいぶ対応できるようになるんで、おすすめです。慣れるまでは難しいんですけどね。
めっちゃサラサラっす。一応これさらに、まあ、今一応ちょっと世の中に出てるメテオっていうのが入ってて、それを後でアイロンするとトリートメントが固まってもっとツヤと手触りの向上につながるんで楽しみにしてください、はいはい、全体チョップが終わったんで、あとは重たいところ取るだけですね。といってもそんなないです。もうストレート自体で結構ボリュームが収まってる。中段ですね。中段は結構まだ重たいかなと思います。中段取ってスライドカット、押しのスライドカットですね。取りすぎないように注意してください。よし、取りすぎるもないも結構片端しかついてないんでそんなに取りすぎることはないんですけど、ちょっと毛がすごい太い人とかではないので優しく。前髪にも注意します。前髪の長さをちょっと後ろに流れるようにしたいんでセニングで2、3センチ切ります。よし、そしたらレイヤードライカットも終わって、でちょっとメテオの意味の結合作りアイロンでちょっとだけ水分を飛ばしてあげるといい感じになるんで、ちょっとささっとやって毛先はワンカールしましょう。ちょっと湯気が出ます。意味の結合なんでテンションかけない、プレスしない、熱を加えるだけ。はい、意味の結合終わって今毛先ワンカールさせてもらってます。なんかいろんな巻き方で OK だと思うんですけど、まあ今日はカットをちょっと見ていきたいんで、ワンカール本当に毛先がワンカールするだけで十分です。よし、ギュッと。いやー気持ちいいですよ。絹のような手触りになりそうですまた歌詞かと思いましたあ、色大丈夫ですか。そう歌詞で思い出した。あ、色え、いいです、うん、いい感じの。なんかシルバーとブルーなんで、はい、なんか上品なアッシュ系って感じですね。結構えぐいというかね、なんか硬いごわついたアッシュに結構なりやすい髪質なんで、緑とか、うん、ここら辺を なるべくならないようにっていうんでしました、はい。毛先の傷んでるところはほぼほぼ補修&カットできたと思います。でも本当なんですか、こう触ってるというか、うん、溶かされてる感じもトラトラなんだなって、うん、ああ、そう、頭皮から感じますよね、はいはい、そうそう、わかる。あの動画でも映ってくれてると思うんで、はい、サラサラ感出て、いや俺今日結構僕の予想よりサラサラになったなっていう、はい、なんか髪質にフィットしたなと思って。あ、でも嬉しいです、うん、本当になんていうかな、うん、こんなこう口通り手節でもさらっといかなかったので、うんうん、多分、うん、ご自身で洗った時とかにめっちゃ感じると思います、うん、ああ今回ね。そう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 、だから今日は一応洗わないでほしいんですけど、はい、時間もあるし、24時間できれば洗わない、はい、だからまあ、はい、言うても明日の夜とかは大丈夫なんですけど、とりあえず3日間ぐらいは終わったらすぐあのトリートメントとかオイルとかつけて乾かしちゃってください、はい、すぐに乾か、うん、濡れた時間が少ない方がいいです。わかりました。ちょっと巻いたところを少し軽くブローで馴染ませて終わりましょう。あんまウェットな質感のオイルは嫌だっておっしゃってたんで、人工オイルをちょっとつけます、はい、これオイルとかもウェットにならないためにはもう手で一回蒸発させるんです。それあとはもうひたすらあの束にならないように手をしっかり入れる、はい、やってる間にこの摩擦の熱でもいなくなってくれたりもするし、なんかそういうのをちょっとやってあげるといいかもしれないです、はい、お疲れ様です。はい、ちょっと全部を前にした時は横がこういう感じ。じゃあレイヤーです、はい、全体にレイヤーが入ってるこの柔らかさと、一応ブルーシルバー系の色プラス、やっぱこれが意味あるかどうかはあれですけど、まあ普通にツヤ感の、うん、でこうした時にしっかりと綺麗に指を通すだけで収まってくれる感じですね、うん、もう絶対的にあの一回今みたいにやると多分膨らんでたと思うんですけど、うん、それがない、うん、癖のない状態というのになってます。はい、ありがとうございます。カットもすごい嬉しい。あ、よかった。嬉しいです。本当にほんとちょっとしか書いてないですけどね。そうなんですね、はい、でもすっごい嬉しいです。やっとはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はまあ癖すごい縮毛矯正をかけるかどうか迷うところなんです
ですけど、やっぱり手触りの良くないところっていうのを取りたい、プラス抜け先をすごい綺麗にしたいってことだったんで、システムを使わずにトリートメントにスピエラっていう宿毛矯正、酸性宿毛矯正とメテオカラーですね、あと新色シルバーを使った冬カラーっていうのをやってみました。あとレイヤーですね。うるさいよ岩崎。ファンタジー真面目にやってんだよ。ファンタジーうるさいわ。であのカットは、まあ、僕の土定番の下からレイヤーのやって、全体的な動きが出るって感じにさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、いや結構かっこいい。僕なんいつも自信あるというか、結構、ね、おしゃれ決まったと思うけど、決まったーってなってます。あのオーバーリアクションじゃなくて、いや、いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当にすごい。お疲れ様でした。ああ、本当に助かりました。3、4週間後ぐらいのアップロードなんで。わかりました。はい、ありがとうございました。はい。全然、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうすんの？今後のヘアスタイルは、マジで超迷ってます。どうしましょう、どうしたらいいですか。珍しく迷ってるんですけど、どうしましょう。超珍しいよ。どうしましょう。切る。いやでも友達にショートの方がいいよって言われたから切る。彼女でしょ。誤解を招く。はい、じゃあこんな感じで次回の岩崎さんの髪型楽しみにしてください。バイバイ。